よし、やるか。ビッグマム海賊団の本体と麦わらの一味、間もなく交戦を開始する模様。どうする、このまま攻め入るか。いや、まだだ。両軍が消耗したところで畳みかける。麦わら、ビッグマム、これ以上好きにはさせねえ。最後に勝つのは百獣海賊団だ。ぜはははは、来たぞ、ワノ国。船長、麦わらとビッグマム、そろそろ追っ始めそうだぜ。そうか、俺様の狙い通りだな。バジェス、お前に一つ頼みてえことがある。麦わらとビッグマムがやり合ってるうちにカイドウの寝首をかけ、これであいつもしまいだ。ウィハハ、任せてくれ船長。よし、行くぞ野郎ども。四皇どもをまとめてぶっ飛ばしてこの世界の王になってやるぜ。ルフィ！ルフィがカイドウに捕まったと聞いて飛んできたら、このありさまだ。くそ、もうすぐ。先令、ワノ国に黒ひげが上陸した模様です。黒ひげ、やはりこの木は逃さねえよな。俺はスモーカーたちと先行して黒ひげの動向を探る。お前たちはあれだ、ビッグマムを何とかしてくれ。雑かよ、食えない野郎だ。あれは麦わらの一味、麦わらを引き渡せ。ママの命令だ。来たか、ビッグマム海賊団。戦闘準備だ。俺も手を貸す。ルフィたちが目を覚ますまで。ルフィ！心配ご無用。ルフィ殿は必ず。
小室助様、外に出ては危のうございます。大将がよ、そんな顔すんじゃねえ。悪いな、不安にさせちまった。約束だもんな。今あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ。死なねえし、俺の仲間も誰も死なせねえ。ご覧くだされ、桃之助様。仲間のために立ち上がり、仲間を守るために戦う者、それこそが